到着。とりあえず今日の目的地この辺でなんか釣ってみようと思うんだけど、よいしょ。今日はねオーニング、これちょっと見えたんだけど、今日初めてつけるんだけど、中古で買った時に、お、ついてたの。これめっちゃいいやない。ウボスチャンネル、ウボスです。前回あのシマロのタイラバタカップで見事予選敗退ということで、その時連れてた人のタイラバを真似して今日はそれでタイを一匹釣ってみようと思います。これだ、シングルカーリー、円月のシングルカーリーとダブルカーリー、一応この両方で釣ってたんで、まあ、これで試してダメだったらこっちに変えてみていろいろ試してみようと思います。まあね、また違ういろんなのも買ってるから、それもいろいろ試してみようと思います。これすごい動きがね良いっていうか、フラ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 すごい尻尾振るの、ひらひらひらと、わかる？これで結構ゆっくりでもひらひらなるから、ほらゆっくり、これデッドスローでも動くっていう、これいいかもしれない。今日はこれでとりあえずタイを釣って他の釣りに変わっていこうと思う。とりあえずタイを1匹釣っていこうかな。いってらっしゃい。水深42m、ちょっと反応があるっぽいからやってみようかな。たたたたたたた、早巻きに変えた途端来たよ。けどなんだこれ、またフグみたいな当たり、フグみたいな当たり、あーフックアウト、あフグかもね、切れてら、フグじゃねー、フグじゃダメじゃん、フグばっかり今日。とライズジャパンの涙間ネクタイドデカーリー、今日はこれも試してみる。ドデカーリー、名前の通りドデカーリー、あすげえ、超ヒラヒラ、デッドスローでこれはすごい。よし、フグちゃん以外を釣ってきてね。水深43m、おお、沖縄できた。あ違うか、あ違うか、あ叩く、根魚か、叩くな、叩く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 、なんだ、あと 16m か、根魚かな、ちょっと叩き方が大きい。 8m 7 6 5、あアオハタだ、小さい、アオハタゲット。あたた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 た、乗った、きたー。あ、ちょっとタイじゃない、そこもんだな。いやー一緒じゃない、一緒とか言ってごめんなさい、なんなんマジで、針もダメになったしこの野郎。到着。とりあえず今日の目的地この辺でなんか釣ってみようと思うんだけど、よいしょ。今日はねオーニング、これちょっと見えてた、見えたんだけど、今日初めてつけるんだけど、中古で買った時に、お、ついてたの。これめっちゃいいやない、これにつけますよと。はい、あ、いい感じに日陰になってくれそう。オーニング、日陰で釣りができるって素敵。風の抵抗云々より、これ竿が、
38メーター6メーター。お、来た来た、そこで食ったよ。お、でかいかも。来た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 。あー走るね。あーちょっと置きたいかも。そこもにしちゃはよう走る。あと10メーター。いや、いやー、アオホタじゃ、でかい、アオホタじゃ、でかい。島の円月シングルカイリーの M だね。オレンジドット着底してすぐドンで食いました。やったー、いい反応、いい反応。大きい反応がないからベイトだけな可能性もあり。いや、行こうかなと思って。僕の目の前で反応しちゃった。あ、ほんまですか。反応ありました。まあ、あの辺ですね。俺も見たの。ちょっと線になっとる。きたた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 た。小さいハゼみたいな。トラギスなんかな。あ、ほんまイカ、イカっすねこれ。あ、イカがおる。ちょうど網ですくえんぐらいですね。あ、セミ吐いた一丁前に。はい、36メーター。結構登ってきたかな。横に来たかなって感じで、潮目を流していく感じにしようと思います。潮目ができてるけどまだ流れがそんなにないんかな。今から駆け上がりです。今が土管町で、今から上がりに上げにかかるところかな。ここは流れ出したらいいんだけど、どれぐらい流れるかな。ここで来た来た、タイ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 の当たり来た。やっと来た。いい当たりだったよね。コン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 、うわ来た、タイタイタイ、来た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 。いい当たり。あと13メーター。おお来た来た、見える見える。タイじゃ、やっと来たタイ。おめでとうございます。よいしょ、やっとタイが来た。やったー、来たー、イエーイ。おー、かけてきた来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 た、タイ来たー。ベンちゃん、いい当たりだった。タイじゃねえ、同じぐらいのサイズだねこれ。しゃあ、レンちゃん2匹目。レンちゃんで同じサイズのがもう1匹釣れました。当たりが止まった。レンちゃん2匹で終わったんかな。同じとこもう一回流してみようかな。終わったかな。あー、
でかかったな今の絶対。水深38メーターで今 1.4 キロで流れてる。まあ風もあるけど潮も流れてるから、これで今 45g 使ってる。45はちょっときついかな。お、当たった当たった当たった。お、来た来た来た、当たった。きついかなと思ったけど当たったよ。来た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 。来た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 。タイ来たよ。あと 20m。 魚探の反応はね、何もないのに釣れるの。でもタイはあんまり映んびにくいんかもしれんな。ベイトについてるわけじゃないし。潮は流れん。潮の向きが変わってるんかな。おお、来た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 。なんだろ、タイっぽい引きじゃあるが。お、青旗くん。あ、これは持って帰ろう。よし、青旗来た。なんかぼちぼち当たる感じ。でも大きくないんですよ。あー、もうおらんのですかね、じゃあ。一応お土産分ぐらいは釣ったんで。あとちょっと冒険で。来とった。落ちパクしとるやんけ。釣れてたか。反応があるから落としたら落ちんなと思ったら食ってた。食ってた。お、カサゴくんじゃ。でかい。いただきます。でかいね。ここに来ても平場。俺は青物調査行きましょうか。入れ食い。入れ食い。青旗じゃ。よし、いただきます。なんすか。ノンアルです。ノンアルありですよね。ノンアルある。また入れ食いだ。はぁ、うまい。あー、いいっすね。ノンアルやけどなんかいいですね、これ。暑い時飲むのは。そうですね、体の中から冷やすし。あ、食ってる。追ってく、追い食いしとったっすわ。どんだけなの。あー、お旗ー。せーの。はい。乾杯。マジで。マジで。まさかの、まさか、まさかの。いただきまーす。マジか。ここで被る。3回落としたんですけど、当たりが止まったって言っていいんかしれんけど、したけど今は当たりなし。3落とし。なぶってるけど、なんやろあれ。ちっちゃいマグロっぽいですけどね、見た感じ。いや、黒い気がする。届かんよね。だんだん離れていきます。あ、離れていってる。お、タイかな。タイじゃないな。あ、こうすか。おお。お、赤旗。
来た久々。いや、この時間いいですね、これ。この時間いいですわ。快適っすわ。キャスティング不可能ですからね。すぐ畳まねえけどね。急げ急げ。まあこれフックが1個外したらすぐ畳めるんで。なんかワンタッチでパッタッチで。そうです、意外とワンタッチです。それで走れる。多分大丈夫です。まっすぐ走る分には、そんなに抵抗なかったです。なんかめっちゃ涼しそう。暑いんですか？暑いんですか今日？ん？ルボマだ。ははは、そういうこと？日焼け嫌だからね。47。ほら来たー一緒？あ、一緒。あ、食ってた。着底させてくんなかった。1まあ微妙だね。最後はスタートの平場で締めくくろうかな。リーダーが切れちゃったからもう直にやって、あともう15分ぐらいだからこれやって終わりにします。オーニングこれめっちゃいいかもしれん。取り付けもねすごく楽で、両サイドにあるネジを止めてあげて、止めてあげるとも基本終了か。あとは前のこのフック、両サイドフックと後ろをつけてあげたら、後ろかこんな感じでつけてあげたら終了です。まあ片方つけてないんだけど、片方だけでも全然強いんで片方でもいいかもな。釣りするところは外しといていけるんでいいかもしれない。でもやっぱ風が吹くと風の影響を結構受けちゃうかな。まあそれが弱点っちゃ弱点だけど、風がなければ夏はねいいかもしれない、超涼しいから。運ぶ手間とつける手間を考えても全然あった方が楽。この夏でもね快適に釣りができる感じ、超涼しいの。点数つけるとしたら95点ぐらい。5点はあの風に弱いのと取り付け取り外し片付けが手間っていうマイナス5点だけど、まあ実質100点ぐらい、つけない理由がないぐらいいいオーニングです。12時になりました。今日はこれにて終了。この動画のグッドボタン、チャンネル登録をして次回動画をお楽しみください。それではまたお会いしましょう。釣りいいね。